こんにちは、吉田さん。東京五輪ね、なんかみんなの気持ちを一つにしてみたいな感じがありますけども、いや土台無理があるなと。1億人の気持ちが一つになるってのは非常に難しいと思うんですよね。中国共産党じゃないんでね、やっぱりいろんな価値観があって、オリンピックやりたい人もいれば、オリンピック興味がない人もいれば、オリンピック腹が立つとかね、スポーツマンシップは嫌いだとか偽善だとかいう人もいて、いろんな人が混ぜこぜであって一つの国ができてますから、何もみんなでオリンピックを支え合わなくてもいいんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですんでね、何でもかんでもオリンピックでバカ騒ぎすればいいってもんではなくて、でも真面目にやりたい人は別にオリンピックじゃなくてもどんなところでもどんなフィールドでもやってると思うんですよね。私が考えるのは、その場所が与えられてできる人もいるんですけども、場所が与えられないとできない人っていうのは所詮プロにはなれないかなと思うわけですよ。自分の輝く場所っていうのは自分で作るもんであって、今はそういう時代じゃないかなと思うんですよね。ステージがあってそこに登ってくださいっていうようなところには、やっぱりね、とかく利権が絡んだりとかね、妙な競争意識があったりとか、ひねくれたりするわけなんですけども、今は自分で自分のプラットフォームを借りて、そこで自分のステージを作ることができますから、まあね、競争して勝ちたいなっていうのであれば、私は思うんですけども、オリンピックって今の時代ね、競技にはよるんですけども、例えば 100m 走ってあるじゃないですか。これは別に 100m 走走ってるところを YouTube で撮影して、それを競技者は投稿すればいいんじゃないかなとも思うんですよ。そしたらね、まあ、ズルがない限りは 100m 走で競争はできるわけですよね、リモートで。これでもいいんじゃないかなと。そうするとなんですかね、あらゆる人が参加できるというね。それこそオリンピックの代表選手として登録しなくても、無名な素人が優勝するオリンピックなんてのも新しい楽しみとしてあるんじゃないかなと思うわけなんですよね。で、あと例えばこういうふうなリモートでできない競技はこの際やめてしまうって手もありますよね。まあ、どんな競技があるのか私は分かりませんけども、ラグビーとか野球とかオリンピックの競技にあるとしたら、別に廃止してもいいわけですよ。だって現にそのオリンピックに採用されてないスポーツもあるわけですよね。だからそうなると最初から不平等なわけなんですよね。平等に公平にっていうふうなスローガンを掲げるんだったら、あらゆる国のあらゆる人種、あらゆる年齢の、あらゆる事情を抱えたあらゆるスポーツがそこにセレクトされるはずなのに、オリンピックの採用スポーツとして登録されるものと登録されないものがある以上は不公平だなと思いますしね。それにみんながみんなね、野球やサッカーに興味があるわけじゃないんですよね。やっぱり人によってはね、野球をやってる人とかサッカーやってる人が嫌いっていうのもあるんですよ。それは野球をやってる人に嫌な目を合わされたとかね、サッカーやってる人に、ね、なんか 上目で見られたとかね、そんな感じでみんながスポーツマンシップを持ってないと思いますしね。こうやってひねくれたことを言えるのも、まあ、情報発信してる私だからなんですけどもね。私はまあスポーツはやってきたところ全く興味が出なかったと。やり込んできたんだけど全然興味が出なかったと。で、まあ個人競技ですね、どっちかっていうと私が興味があるのは。群れてやるスポーツとか2人以上でチームになるやつっていうのは、私はまあどっちかっていうと苦手でですね、やっぱ組みたくなくなっちゃうわけですよね。ある意味パートナーに足を引っ張られるって思うところもあるし、パートナーの足を引っ張るのもちょっと恥ずかしいしって感じで、やっぱり一人対一人の、まあ、武道とか格闘技とかになってくるかなってことでございます。まあやっぱりね、個人の力を試していきたいなっていうところもありますんでね。まあ、チームワークっていうのは昔の概念だと思うんですよ、私はね。今はチームワークではなくて、まあ、個人ワーク、これが非常に必要とされる時代なのかなと思いますし、まあ、集団の中の一人ではなくてね、その中できっちりと役割を演じるっていう意味でチームワークは必要なのかもしれませんけども、私は今はこれからどんどんね、まあ、成り立たなくなってくるかなと、チームワークっていうのが。まあ、単純に言ってサッカーとか野球とかラグビーって、まあ、大人数でやるスポーツですよね、10人前後 で。こういうのって少子高齢化のもともう成り立たなくなってくるんで、例えばバスケの 3on3 がメインになったりね、それこそリモートのさっき言ったような競技が出てきたりとか、あとオリンピックといってもね、スポーツをやるばかりではなくって、なんかサバイバルのオリンピックとかね、なんかそのテレビゲームでオリンピック競技をやるとかね、リングフィットアドベンチャーってのありましたけども、結構 AR とか VR っていうのが進歩するに従って、オリンピックの概念も大きく変えて、いちいちどっかの会場でなんか大人数が集まってやるとかではなくてね、なんかそういう風になっていくのかなと思いますよね。まあ、いろいろとグダグダ申し上げましたけども、まあ、オリンピックね、やるもやらないも、私はどちらの方にも参加するつもりはないんですけども、ただね、オリンピックアクセスがね、こう見込めるんで、私も話題に出しますけども、まあ、はっきり言ってオリンピックで浮かれているよりももっともっと大事なことがあるんじゃないかなと思います。
でアスリートの方が年に1回どうこうって話もありますけども、だったら運動会をやるなって言われた小学生の気持ちはどうなるんだってことなんですよね。それこそ誰もが参加できるような運動会とか地域のお祭りっていうのを全部ね禁止しといて、で選ばれた人しかできないような、そんな上級国民しか参加できないアスリートだけの大会に、まあみんなでね、なんか思いを馳せるっていうのは、これ大いなる差別だと私は思うんですよね。だから苦手な人とか先天的にスポーツが苦手な人も精一杯頑張ったら称えられるような世の中、それが私の言うオリンピックかなと思うんですけども、なんか上級者しかねこう競争に立てないってオリンピックはもうすでに私の領域ではないかなと思うんですよ。やっぱりこう私もね、あの恵まれた人生じゃなかったといえば恵まれた人生じゃなかったところもあるんで、なんかねその手持ちの材料が少ない人でも脚光を浴びれるようなそんな場所になっていったらいいなと思うんですけどもね。まあでも強者の戦いなのかもしれないですね、オリンピックっていうのは。それこそ平等もないし差別は当然あるよと、で勝ち残った人しか競争に参加できないよっていうふうな厳しい世界を見せるっていう意味ではいい教科書にはなると思うんですよね。まあ誰もがオリンピック選手になれるわけではないと、だからみんな応援する方でやってくれみたいなね、とこかなと思いますよね。まああまりね気持ちいい感想は私オリンピックについては持てないんですけども、ただまあスポーツマンシップを本当に持っていただきたいかなっていうのは、まあ、スポーツをやってる人もやってない人も、まあ、ビジネスマンシップっていうのがねあるとすればきっとスポーツマンシップにつながるものがあるんじゃないかなと思うばかりでございます。